1個あたり61キロカロリー、なかなか高い。これやばいな、めっちゃ美味しそう。うん、1個あたり61キロカロリー、なかなかやっぱ高い。そんなもんか。
うわ美味しそう。あ、ありがとう。久しぶりやな、なんかこういうの。ほんま美味しそうや。よいしょ、乾杯。あ、いただきます。いただきます。昼間見た YouTube のピザに感化されてしまった。ああ、美味しそうやったもんな、あれ。うん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 、美味しい。合うな、アボカドと鮭。めっちゃ美味しいわ、それ。おいしい。めっちゃおいしいな。うん、おいしい。ピーマンって生で食べれるやんな。生で食べる。 あれ、それ手でいかんほうがいいよ。ピザやから、ピザやから手でいってもだ。うん、おいしいな、これも。おいしいわ。まだクラッカーあるから。うん、うん、ティッシュ取ってくれる？ Thank you。 アルミさんも行こうかな。うん、うん、うん、これ、うん、いつかここにいて3人で撮影ってあるのかな。キャッチャーもらう。うまい。キャッチャー持ってくれたな。これほんま美味しいわ。うん、ビール入れる。いや、これも美味しいわ、やっぱ。いや、視聴者さんってお酒飲んでることをなんか思ったりせえへんのかな。あ、一人で飲んでみたいな。そう、我慢しないなんて旦那さんひどいですねって。どうなる、飲むの。いや、おると思う。多分うちが寛容なんちゃうかなって思う。言ってもむしろ飲んでくれた方がいいみたいな言ってくれたよ。うん、私は飲まれへんのに我慢してんのにってなる人もおるやん、やっぱり。二人我慢してて意味あんのって思わへんね。いや、でもその配慮できてなかったら嫌やと思う。配慮せずに飲んでるような旦那やったら、また飲んでるんだねぐらい言うかもしれん。またビール買ったんみんねとか言ってガツくなとか思うかも。